宅建試験、これだけは絶対覚えとこう。全面道路容積率、容積率には都市計画容積率と全面道路容積率の2つがある。全面道路容積率とは全面道路の幅によって決まってくる容積率のこと。全面道路の幅が12メートル未満の場合、道路の幅に10分の4または10分の6をかけた数値が容積率の上限となる。低層住居専用地域、中高層住居専用地域、田園住居地域などの住居系の用途地域では10分の4をかけ、近隣商業地域や準工業地域、工業地域などの商業系、工業系の用途地域では10分の6をかけます。例えば第1種住居地域内の土地で全面道路の幅が6メートルだった場合、住居系の用途地域なので全面道路の幅である6メートルに10分の4をかけて10分の24、つまり 240% が全面道路容積率となる。そして都市計画容積率と全面道路容積率のどちらを適用するか、これは制限が厳しい方、つまり容積率が小さい方を適用する。例えば都市計画容積率が 200%、 全面道路容積率が 240% だった場合、小さい方である 200% がその土地の容積率の最高限度となります。